皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回は元日の有無種類によってビオラの生育に違いが出るのかを確かめる実験動画の2回目をお届けします左が元日なし真ん中がマガンプ系右がマイガーデンを元日として混ぜ込んで育てているビオラです前回の動画から約2週間が経過しました元日なしの株は今まで肥料なしでやってきましたがそれぞれの株の状態を詳しくご覧いただきます その前に、このビオラだけナメクジによる被害が結構出ているので、その様子をご覧いただきます。園芸ガーデニングに興味のある方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。<music> まずは、ナメクジ被害についてお話します。他にもビオラやパンジーを育てていますが、このビオラだけ被害が大きいですね。 被害は花びらに集中しています。葉っぱがかじられた後はほとんど見当たりません。黒みを帯びた花色が影響しているのでしょうか。肥料を与えすぎるとこういった害虫被害が増える傾向にありますが、元日なしの株にも被害が発生しているので、肥料とは無関係のようです。液中のカマキリが蜂の側面にいますが、さすがにナメクジは捕食しないようですね。無農薬栽培なのである程度の害虫被害は覚悟していますが、ちょっと被害が大きいなという印象です。 それでは現在の株の状態をご覧いただきますまずは花数とつぼみの数を比べていきます左が元日なし、真ん中がマガンプ系、右がマイガーデンを与えている株です花数は元日なしが14、マガンプ系が9、マイガーデンが12でした意外なことに元日なしの株が一番花数が多かったですただどの株もナメクジに花びらを食べられてしまったので少し残念ですね つぼみの数は元日梨が8、マガンプ系が10、マイガーデンが12でした。現在の花数は苗の段階での生育具合が影響した可能性があるので、今後の花数の変化に注目したいですね。続いて株の状態を真横から撮影しています。草子の違いを見ていきましょう。同じ環境で育てているので、高さに関してはあまり違いはありません。 左の元日なしの株は植え付けてから一度も肥料を与えていません。その割には結構育っている印象です。購入した苗の土に肥料成分が残っていたのかもしれません。灰色も特に違いはありません。強いて言うなら、マグガンプ系で育てている株の葉っぱが肉厚でしっかりしている印象があります。元日の有無によって、まずは株の状態に差が出るだろうと考えていたので、あまり差がなかったのは少し意外でしたね。 さて植え付けから2週間が経過したのでここからは暑い日として液体肥料を与えていきますどの株も共通でハイポネックス原液を使います特に左の元日なしの株は近々肥料切れを起こすはずなので液体肥料で補っていきます希釈倍率は1000倍で10日に一度与えます元日なしの株は液体肥料のみで育てるので他の株と比べると肥料は少なめということになります 今のところ一番鼻数が少ないマガンプ系ですが、リン酸を一番多く含む肥料です。根から分泌される根酸などによって溶け出す性質があるので、根が張ってくればぐっと鼻数が増える可能性があります。この実験の様子は今後も定期的に公開する予定です。興味のある方は次回もぜひご覧ください。